言葉にできない思いとか、言葉にしたくない思いとか、全部ぶつけられたらいいのに。足立満の新しい夏ミックス、好評発売中。届け！上杉達也に憧れた、朝倉みなみが好きだった、そして僕らは大人になった。あれから30年、足立満の新しい夏ミックス、好評発売中。